おはようございます。おはようございます。本日はノビーの家に突撃してみたということでね。うわ、何その企画すごっ。ミッドナイト TV。 今日ね、はい、嫁さんも子供もいないらしいんで。おお、いい感じなんですね今。そう、はい、チェックしてやろうかなと思って。なるほど。突撃してみて、多分女呼んでんじゃないかなって思うんだよね。奥さん、僕たちは抑えますよ。任せといてください。任せといてください。ユーザー記者に任せてください。そうということで、ちょっとノビーさん家の近くまで来てるんで、はい、行ってみましょうよ。行きましょう、行きましょう。ということで、のびさんの家の前まで来ました。来ましたね。聞こえる気すんの、うっすだろ、クソが。あっ、あ、遊びに来たで。おい、おかしいだろ。やってんだ。おかしいだろ、おい。なんだおい、鍛えながら迎えるんだよ。ちょうどその時間帯やったから。おかしい、どういう時間帯だよ。俺の犬間にね、俺の犬間に筋トレしてやろうと。そうそう、いいじゃん、いいじゃん。そんなあなたに、はい、男だけだから男の料理作ってあげようってするが。え、はい、何それ。できましたよ。ドドン。うわ、もやしが超絶うまい。チャルメラ混ぜそば、ニンニク醤油味。うわ、風ニンニク醤油。ニンニク作ってやるからさ、俺らが。ニンニク作ってくれんの。ニンニク作ってやるから。というわけで、キッチンの方にやってまいりまして、今回用意するのは白髪ネギですね。ネギをこう細めにシャシャシャっといっぱい切って、はい、はい、と青ネギも一応使います。おお、はい、あともやしか。もやしと味ネギを合わせて、さらにコチュジャンマヨネーズでこうした味をつける。なんだそれはおい、はい、1個特殊なんだったらな。ビーガンのインスパイアしまして、ネギはね、水にさらしておいて、臭み抜くみたいな。本当かよ。本当なんですかね。何でも水にさらすよな。でも俺らもやっぱ水使ったくさらなくなる。野菜の風呂ってこと。そういうことよ。ではもやしをね、レンチンで調理していきます。うわ、すごい大量だな。やばっ、なんか一緒に住んでるみたいな。なんでダメだね、その顔。まんざらでもない。レンチンしてる間にね、ちょっとタレを作るんですけど、これはまずネギに入れるタレですね。ごま油を大さじ2、醤油を大さじ4です。これで4分。はい。自分最後の後ろのレンガの中途半端さ。本当だ、なんか諦めたら途中で飽きたよ。もういけるだろ、ここまで来たら。さあ、鶏ガラスープの素が来たので、これも小さじ、これ全部かな、しょっぱくなっちゃう。これ混ぜて、あとちょっと味の素をね、5振りほど。まあまあいくね。意外とね、結構いった方がうまいみたいなのがあるから。卵かけご飯の時に瓶半分減るぐらいまでかけてさあ。きついでしょ。水にさらした方がいい。いや、一回かけて水にさらすことによって。さあ、じゃあネギをね、水揚げして、おお、しっかり混ぜたこちらの味ネギのタレをかけて、これでね、ラーショ風のネギができるんですよ。これを全体にこんな感じ。うわ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 、いいね。しっかりちょっと絡ませた後、しんなりするまで待てば待つんだ。しんなりでも待つんだ。待たせるのがいいらしいですよ。ラーショ風ネギは。次はね、コチュジャンマヨネーズ、コチュマヨを作るんですけど、コチュジャンマヨネーズ大さじ3で、まあやっぱガリマヨじゃないの。あ、そう、ガリマヨではないんですよね、今回。あの、唐揚げが入ってますみたいな感じでコチュジャン。あー、唐揚げとガリマヨを混ぜた時の味わい。そういうことですね。考え、それを目指していきたいっていう。知ってんね。そう。緊張したな、カメラ向けられて。ここにも鶏ガラスープ入れる。そうです、こっちにも鶏ガラスープの素をしっかり入れて。こんなに入ったか、鶏ガラスープの素。うおー、なんか明太っぽさもなんか、うん、レンチンがね、完了したもやしをちょっと一回ザルにあげて水切って。うわ、めっちゃ水出た。こちらをまた戻していきまして、ここでこちらの麺を茹でていきます。今日はもう2人前で多めに作ろうっていうね。こちらのね、袋の中にこのニンニクペッパーが入ってる。これもやし専用。どこにかけるってことですか。そういうことです。ニンニクの匂いしてる。あーすごい、あーすごい、おお、めっちゃ吸った瞬間今共有してるんです。嗅覚共有してやってますから、うちは特殊なやり方ね。どんなやり方。うまいんじゃないか、これ。これだけでうまそうね。すげえニンニクの匂いするもん。すごい、やばっ。つまみ食いしたらどれどれ。うん、あ、うまっ。マリそばと合わせたらめっちゃいい感じになりそう。あら、うん、おお。さあ、それでは麺を茹でていきます。4分ぐらいかな。結構太麺なので茹で時間ちょっと長めです。粉末スープもあるんで、これを茹でた後にこれをちょっと絡めて。おお。さあ、じゃあ茹でてる間にこの味ネギとね、もやしを混ぜる。混ぜるんすか。混ぜちゃうんですよ。うわ、めっちゃうな。やば、あ、めっちゃうまいわそれ。これうまいのよ。もうニンニクとネギともやしだから、ね、もう、うわ、半端ないんだからマジで。3つ3つ来てるから、ね、
おい、いい意味のね。臭いのがうまいんだ。香りって書いて草だから今ね。うわうまそう。もういいんちゃうこれ。これだけでうまいからな。もう一品料理ですよ。何かしらいやな。そりゃそうだろ。何かしらやな。さあじゃあ麺をあげていきます。うおうわ。二玉分あるから結構大盛りみたいになりますね。で丼に。Go。うわおおやば。そしてこちらの粉末を。おー加えていって、まあ、2袋分なのでね、あえていって、わーお、うわ、あー匂ってきた。それではこちらの、はい、もちろんですよ、がっつりなんでね。やばいね。あーやばいやばい。ほらほらほら、すごいな。なかったやん麺。ネギもちょっと、ね、彩りとして。そうなるほどね、はい、で最後に、はい、こちらね作りましたコチュマヨを添えて。うわやばいなマジで。これおカロリー爆弾じゃん本当に。これにて完成ですね。おお素晴らしい。はい早速いただきましょう。すごいな。すごいねあれ。うわ、うん、ちょっとだけ取り分けちゃうよ。そうですね先にちょっとください。じゃあもやし担当で。えネギ担当で。いや少なっ。どう取り分けむずすぎだろ。あそういうね。うえうえうえネギとニンニクですからね。よし行ってみよう。行きましょう。いただきます。うまっ。うんパンチあるな。ご家庭のパンチは超えてますねこれ。うんうん、ご家庭出せるパンチ力ゲーム。うんネギいいね。ネギいいよ。ネギうまい。こっちマヨいいやん。ちょうどね。これいいねやっぱね。カオスだけどうまい。うん結構麺も美味しいとね、なんか麺も食べ応えある、うん、これはいいぞ。うん、これ追いニンニクとかしてもいいと思う。確かにさらに、もっとパンチを出したけど。確かにそうだわ、出したとか。うん、あ、最後うまいわ。なあ、もやしとネギのペロイン。うん、一瞬でももう口の中はそれになった。もうネギ味だよ、完全に。嫁の犬間に男呼んでさ、うん、今日嫁おらんぞ、よし、男呼んで。グラビアのやつじゃないというわけで今回作ったメニューなんですけど、はい、もやしが超絶うまいチャルメランマデスのニンニク醤油味ということで、まあ、今回このもやしとネギのこちまよ添えみたいなのは一応僕がレシピを作らせていただきました。素晴らしい。おお、はい、天才か。お、ありがとうございます。おい、おぞ天才いたぞみんな。宇宙に天才が来ました。よかったよかった。まあこのね混ぜそわりぜひぜひあの作って乗っけてもらえると大変嬉しく思いますので、ぜひぜひやってみてください。本当ジャンクでうまいんで。おお、はい、やったよっていう報告待ってます。あ、そうですね、ありがとう。まだだな。さっきとりすぎ。